声配布いたしておりますから、この下にですね、顔写真のところに、経歴が書いておりますんで、まあ、これも含めて次の質問し、参考にしていただけるとありがたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあ先生お願いします。おはようございます。おはようございます。早原と申します。今お母さんの方からご紹介いただいた通りで応援に思ってます。ちょっと私事で最初に申し訳ありませんが、実は去年の秋に、これは立ちていいですかね。はい、どうぞどうぞ。去年の秋に妻を亡くしまして、すっかりめいっておりまして、たまたまこの裏の公園で、美浜公園でラジオ体操を指導しておられるお母さんとお知り合いになると思いまして、新入りながら早速もう横に乗り込んで、つかましい男ではございますが、なんとか私がですね、妻に先立たれた後の桜の適状態から立ち戻れたのもお母さんのおかげだと思って感謝しております。そういう中で今日のこの機会をいただきました。私にとっては大変光栄なことではありますが、私なりの見方としてご報告したいと思います。近年ご承知のように、世界の安全保障環境というのは大変難しくなってきております。先生どうぞお座りください。お座らせていただきます。でもその結果として、昨年の暮れから防衛三文書の改定とか防衛予算がいろいろ配慮を受けるようになりまして、実は私は自衛隊の現職時代は自衛隊で仕事をしておりましたけれども、そういう立場の人間からすると大変いいチャンスであったのかなというふうに気がします。なお参考までに、自衛隊時代に女川であった重松さんが今日来ておられて、非常に恐縮しております。私なりにですね、どういう安全保障を脅かされるような状況があったかというと、まず一つはコロナによる経済の足の引っ張りですね。これが近年言われるようになった経済安全保障に向けて非常に大きな影を残してきた。さらにロシアが去年の2月からウクライナ侵攻した。極東地方では北朝鮮がミサイル爆実験を繰り返しておるなどなど、その挙句の果てにですね、米国と中国のいざこざがますます厳しくなってきており、こういう中で我が国の安全保障というものが考え直されたんだと思っております。それではその実態は何なのかというと、私は端的に言えばアメリカと中国のいわゆる勢力争い、つば争いが、いろんな緊張をもたらしているというように見ております。じゃあその実態はどうなんだということを考えてみますとですね、私はやっぱり中国という国が、実は1950年のように1949年共産党軍と国民党軍の内戦によって一応共産党軍側が勝ったということから、新しい共産党独裁体制の中国が生まれました。しかし当時はまだまだ中国は貧しく、人口が多く図体だけは大きい国でしたけれども、とても国際政治に発言をし、それが他を震撼させるようなことはなかったんですけれども、今日詳しく触れきれないかもしれませんが、毛沢東時代というのはどちらかというとですね、革命を主導し革命戦争に勝った勝ち組の親分だったんですね。したがって、同時に彼はですね、
色としては非常にユートピアを抱く人であって、一気に共産主義社会を作り上げたいということで、毛沢東が建国時から 最初の国家主席、あるいは 党の主席というようになりましたけれども、やったことは非常に極端な共産主義運動、そのために例えば大躍進政策などというものがありましたけれども、犠牲になった飢え死んだというような悲劇も中国の歴史の中にあります。しかし毛沢東は1976年に死にました。死んだ後ですね、次長のごとく踊り出てきたのが鄧小平という人でした。この鄧小平はですね、毛沢東とは違っておったわけです。どう違ったかというと、共産党が独裁体制で中国を統治していく上では、国民に経済的豊かさを与えなきゃダメなんじゃないかということで、改革開放政策というものを起用と思いますが進めました。その成果は鄧小平によって後継ぎに指名された江沢民、胡錦涛等によってずっと継承され、その結果としてですね、2010年には当時世界 GDP の第1位はずっとアメリカでした。思い返していただければお分かりのように、アメリカが第二次世界大戦後の世界の覇者として世界秩序を取り締まってきたわけですね。当然その裏付けとして最大の GDP の生産力を誇ったわけです。日本、その後ですね、日本は戦後どうなったかというと、マッカーサーによって武装解除され、平和憲法を掲げ、そのおかげせいで防衛費を非常に安く払うことで、アメリカの庇護を受けて日本の経済は発展しました。皆様方がお若い頃ご体験になったような高度成長の真っ只中で日本は発展したわけです。そしてあっという間にアメリカに次ぐ経済大国に日本はなったわけですね。しかし中国も経済大国